今回ですね、ビズジャングランプリというのをちょっと開催しておりまして、ダーツ企画なんですけれども、勅使河原さんが、最後の12目という形になるんですけれども、はい、今回ダーツ経験みたいなのは高校生ぐらいの時に一度少しやったぐらいなので、ほぼもう初心者です。意気込みをお願いいたします。はい、しっかりダーツがしっかり刺さるようにっていうところがまず一つと、あとは少しでもそうですね、かっこよく投げれればなっていうところを目標にしながらちょっとチャレンジしたいと思います。当たった、当たりました。これだけで嬉しい。当たっただけで嬉しい。起こったらいいですね。なんかね、奇跡すごいと思うね。お、奇跡起こったんじゃないですか。ダブル18。よし、奇跡起こりました。あ、でもいいか、いい感じ。お、いいんじゃないですか。よっしゃー。あそこ好きですね、私も。18ね。18。おお、これはかなりいい。かなり調子いいんじゃないですか。おお、読んだの。はい。おお、あ、一じゃない。何、チュチュチューンなの。チュチュチューンでちょっと、もう一つね、違うところで言ってます。後半に入っている。第5ラウンド目になります。よっしゃ、はい、もう奇跡です。また奇跡を狙います。真ん中狙いますね。あ、ダメか。あー、あー、ダメか。難しいですね。11の鳥。あー、スラウンドちょっと ラストちょっと50、ここまで行ったら50ブルー。本当にこのぐらい欲しい、欲しい。身長がね、本当に身長が欲しい。真ん中が全然定まらないですよ。いきます。よし、じゃあ最後、50いきます。はい、あー、355点。うわー、なんか一番嫌な6位って、一番中途半端な、こう良くもなく悪くもなくって、一番もう芸人だったらもうがっかりな感じの。本当にちょうど半分。ちょうど半分。なん、まあ、まあでも試合ながらで頑張りました。いかがでしたか。ちょっとやってみます。はい、いや、すごい、やっぱ身長が低いので的がすごい上の方にあるっていうすごく印象があって、真ん中がこう狙いづらいっていうのがまずあったので、今度はちょっと台を置けるのかな、なんか台を置いてこうやってみたいなと思いました、なんかっていうのがまずあるんですけど、でもやってみてすごい楽しかったです。頑張ります。ありがとうございました。